みーさん、おはようございます。おはようございます。今日はなんかワンちゃんのおやつのレビューをしてくれるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日の商品は何ていう商品ですかね。それはね、晴れ前です。晴れ前、はい、どのような商品になりますか。主にお肉がメインのおやつですね。へえ、はい、すごい。どんな種類あるんですかね。ラムとチーズ、はい、あとはベニソンとチーズ、はい、でチキンのネック、はい、で、ビーフとチーズですね。ベニソンって何ですか。ベニソンって何かわかる。ベニソンって何ですか。ベニソンは鹿です。あ、知ってたんですか。はい、もちろん。ああ、上本さんを試してたんですね。そうです。勉強不足でした。ベニソン、いや、よかったら食べてみてください。え、何から食べます。難しい。じゃあベニソン行きましょう。じゃあベニソンから。あ、はい、じゃあお願いします。ベニソン&チーズです。パルメザンチーズ入ってる。お、美味しいな。チーズだけ食べたい。あ、でもどうします。結構チーズっぽい。ああ、ふわっとチーズ。ちょっと一個大きくないの。どんな感じでした。ちょっとなんか鼻にガツンとうわ、待って、これフリーズドライっぽいな、なんか。そうですね、軽いですね、見た目よりも、うん、柔らかそう。うわ、柔らかい。思ったよりあっさり、うん、めっちゃ美味しいんやけど、うん、チーズの味が勝ってるね。え、これ間に何か入ってるんですか。チーズクッキーでちょっと焼けただけちゅう。びっくりする。どう。あー、でもこれ美味しい。あー、まあ、うん、美味しい。どうですか。チーズが、結構チーズが勝ってます、これ。うん、何やろう、あの硬いチーズわかる。人用のスティックのチーズ知らん。硬いのですか。うん、に似てる味が。乾燥させたチーズ。うん、ベニソン。ラムの方が臭そう。ああ、そうですね。美味しいけど、めっちゃ食べてる。ネックいく。硬そうなの。硬そうなのかな。硬そう。鶏の首の骨って書いてあります。首の骨です。人間首の骨、硬そう。硬そう。カメラかな。歯が割れたらどうしましょう。え、スルメ。ええ、あ、薄いスルメ。うん、スルメ。スルメイカみたいな。どうやって食べる。無理やな。マジでネックやね。マジでネック。これはジロちゃんにパキッと割れるかだけやってみようか。そうですね、割れたら噛めそうじゃない。そのままいくの。え、ま、ちょっとごついのしか手羽先みたいなのしか残ってない。ネックなんそれ、ほんまに。手羽先ですよ。うわ、すごい。うわ、あ、でも割れる。これ皮んとこなら。うわ、そこ美味しいとこ食べる。うわ、どうし、何味。なんか噛めない。あ、噛めん。あ、うん、わかります。噛めないよ。あー、うん、はい。全然さっきの方が美味しいかな。こっちの方が好き。こっちの方が好きかな。ゆうちゃんも一緒に食べてね、一番犬は好きやな、これな。うん、あ、美味しい美味しい言うてね。何味って言ったらいいの。私これ無理じゃん。ちょっと油っぽいです。うん、うん、なんかちょっと油っぽいし、結構獣感すごい、うんうんうん、でも時間は持ちそう。うん、美味しいよな、絶対美味しいよな。おめめキラキラやんじろ。絶対美味しいよな、これな。羽残ってるんですか。え、嘘です。羽残ってるんですか。やだ。すごい。え、なんなんやろ、でもなんかちょっと生臭い。なんなんやろ、
臭みのある、うん、臭み、臭み、生き物って感じ、うんうん、これはワンちゃん好きです。美味しいよな、絶対この食いつきよな。あちょっと羽残ってるみたいな。でも手羽、見た目手羽先だね。めっちゃ手羽先、すごい美味しそう。ザ手羽先、なザ手羽先って、これもう人が食べても大丈夫ですよっていうことね。もちろん大丈夫ですよ。だってただの鳥の骨乾燥させてるやつなんで。これ全部で何種類あるんですかね。1,2,3,4 と、あとチーズの入ってないシリーズもあります。ビーフだけ、ベニソンだけ、ラムだけっていうのもあります。7種類かな、全部で。こちらの商品は概要欄で購入できますので、よかったら見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。